フェルディナント・ティエリオフェルディナント・ハインリヒ・ティエリオは、ドイツの作曲家、チェロ奏者。アルトナで、エドゥアルト・マルクスゼンに支持し、ブラームスを取り巻く音楽サークルの一員となる。ブラームス自身も、マルクスゼンの門人であり、ティエリオの兄弟子であった。その後ミュンヘンで、ヨーゼフ・ラインベルガーの訓導を受ける。ティエリオは、生涯にわたって、いずれの恩師とも近しい関係を保ち続けた。 ティエリオは、ハンブルクの出版会社の社長令嬢を得るゼベーレンスと結婚する。子宝には恵まれなかった。ハンブルクやアンスバハ、ライプツヒ、グローガウで音楽教師や学長として活動。後に、ブラームスの推薦を得て、グラーツのシュタヤーマルク音楽協会の芸術監督に就任。年から年。年の月から、 再びハンブルクに今日構え、同地で最後を迎えた。ティエリオ作品は、ハンブルクの楽友協会やジングアカデミーのほか、1897年にバッハ協会の理事職を得たライプツヒにおいても上演された。フィアモテッテン、オーパス、7 9 s a t b ありがとうございます。